武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学文化構想学部の2017年の国語の勉強について話していきたいと思います。まず、配点が75点、時間が90分で大問が3題、出題されておりますが、その大問3題なんですが、3題の中に長文、何、文章がいくつか入っているものも、ありますので、結構長文の、文章題の量は多めですね。で、現代文が、まあ、2題、大問2題で1題が、言語間融合と、まあ、古文や漢文の、資料というか、短めの文章を、まあ、引用文などで、まあ、セットで出してくるような形、となっています。でただ一個一個の文章の難易度、という意味では、まあ、時間が、に対しての文章量が多い分ですね、そこまで難易度が高いわけではなく、まあ、早稲田レベルまで到達していれば十分対応できる形とはなっています。ただその、まあ、やはりその、文化構想なので、どうしてもその評論の読み方とはちょっと違うような角度のものを聞いてきたり、近代文語文が出題されたりというような形で、まあ、結構その馴染みない文章なり、まあ、出題が出てきたりするので、まあ、とりあえず過去問のやり込みと、あとはまあ寸大から出ている近代文語文、演習など、をやっておいた方がいいかとは思います。基本的にまあそこを対策しておかないと、まあ、別に出てきたら出てきたりなんとかなるよって人なら全然問題ないんですけど、ちょっと面食らうなって人はやっておいた方がいいですかね。はい。で、古文漢文に関してですが、まあ、言語間融合という形をとっている以上ですね、割とその現代文そのものがヒントになったりすることも多いので、古文漢文の読解力がめちゃめちゃ必要というわけではないんですが、ただそのこういう形式になってくると、どうしてもその知識的な部分の正確な理解だったり、という部分がかなり重要になってくるので、意外とその漢字だったりとか、まあ、句法だったり文法だったり、あとは文学史だったりっていうのは、このあたりの知識問題の対応をしっかりやることが重要になってくると思います。また、和歌の解釈だったりも結構求められることが多いので、このあたりもですね、まあ、便乱だったりとか、あとはその読んでみて覚える古文単語315のその和歌のページだったりでちょっと知識を増やしておくことをやっておいた方がいいでしょう。全体的に選択肢が結構紛らわしく同じようなものを並べているものが多いので、まあここの判断がしっかりできるようですね、まあ早稲田慣れをするということで、まあ多角部の問題もしっかり解いてですね、解けるようにしていきましょう。以上が国語の勉強となります。